こんにちは、ハベチャンネルのさやと、しゅるです。あたしです。今日はせーの、ボンボン。はい、ということで今日はテムの商品を紹介していきます。イエーイ。テムは最近 TikTok とか YouTube とかインスタとかで見ることも増えてきた激安通販サイトなんですけど、商品もね本当に数多くあって、選ぶのも見てるのもねすごく楽しいサイトです。2023年6月にこのテムは日本上陸をしたということで、今回はいろいろと紹介していきたいと思います。めちゃめちゃ重いんだよね。ね、しかも重くない？ほら、量が。こっちの方が重いじゃあそっちには重いものが入ってそうですね。はい、はい、そして今回この動画を見て気になった人はぜひクーポンコードをお使いください。でもクーポンをゲットしたら24時間以内が有効なので、まず欲しいものをチェックしてから使用するといいかもしれないです。それでは正直デビューしていきたいと思います。はい、一つ目はこちらのティッシュケースです。なんかね表面がボコボコしてて、かわいい、ね、かわいいよね。こんな感じでここからティッシュが出てくるんですけど、これね、さっきこんな感じで下にバネをつけたんですよ。なのでここにティッシュを置いてこうやってね押し上げてくれる感じですね。なのでね最後まで使えるような感じになってます。はい、であとね付属品として、そう、リボンのシールがついてきたので、はい、こんな感じでついたんですけど、可愛いティッシュケースになりましたね、はい、なんかさポーチにも見えない。かわいい。ちょっと見えるね、すごいおしゃれな。ちょっとね作り抜くだけで絶対可愛いと思うんで女子力アップします、ね、はい、置いてみたいと思います。はい、二つ目はこちらです。これは私が頼みました。え、ちょっと組み立ててみようよ。うんうん、あれだよ、あのめっちゃ可愛いラップね。おお、じゃあ組み立ててみよう。これはいろんな色が選びました。はい、じゃじゃん、組み立て完成しました。え、めっちゃ組み立てやすくなかった？じゃじゃん、ピンク色の新入ロックです。組み立てやすくて良かったです。はい、しかもね結構しっかりしてるもんね。そうそう、ガチャンってはまるから、うちの机もこれで綺麗になるかな。はい、コスメを置いたりとか、うん、文房具とか置いたりもできるのでおすすめです。はい、あとシナのね、ほら生活音も取れそうじゃん。そうだね、ここに置くみたいな。めっちゃ可愛いです。そして3つ目がこちらです。でかいな。これはね、シナのやつなんですけど、うん、もう本当にめちゃくちゃ可愛くて、今寒いじゃないですか、なのでこの時期におすすめ。しかもね、見てほしいのがここさ、ほらサメのあらではのさ、この手とかついてるのと尻尾までついてるの可愛くない？尻尾可愛い。ほんと中までふわふわで、すごい暖かくて、ね、シナはマジでもうおすすめです。いいじゃん。そして4つ目はこれは私が頼んだものなんですけど、見てこれ本当に欲しかったの。旅行用荷物バッグです。でちょっとね今出してみるね。この一番でっかいやつが多分これなんだけど、この中にもこうやって7個収納ケースがいっぱい入ってるんです。シナも持ってるから一番ちっちゃいやつから一番大きいやつまで、いろんな種類の旅行用バッグが入ってるから、私ね、この巾着とか、あとポーチとかも入ってるので、旅行行くときとかさ、私、受験終わったら、ママにご褒美で、ちょっとね、京都とか、そっちの方に旅行行こうみたいな話をしてるから、その時にさ、ここに詰めたらすごい便利じゃん。確かに。入れるし。と思って買ってみたんですけど、え、これめちゃくちゃ良さそうじゃない？もうメッシュになってるし、通気性もバッチリです。ちょっと旅行楽しみね。というわけで、しかも数がすごく多いから、シノとかもね、ママとかも家族全員で使いたいと思います。大きさもね、こんなお手頃でいい感じです。シノもだ。そう、あ、これあれだ。あ、これめちゃくちゃ欲しかったんだよね。うわ、ふわふわ。え、ほら出して。うわ、ふわふわ。はい、出して出して、じゃーん。ちょっとね、白飛びしちゃうので斜めから見せるんですけど、こんな感じでね、ついてるので、ここのね、後ろにベルトがついてるので、このベルトの部分を椅子にくくりつけて座ることができるんだよね。そう、そう。え、ちょっとここに座ってみてほしいの。で、こんな感じでウサ耳、うん、ウサ耳がついてる。はい、めっちゃ可愛い。ここにベルトをつけて、あとここに紐を結んで、うん、もう外れないもんね。そう、安全、最高。いいね、しかも可愛いじゃん、ふわふわだよ。ふわふわ、いいじゃん、座り心地絶対いいじゃん。ちょっと座ってみてもいいですか？めっちゃいいよ、めっちゃふわふわなんだけど。へえ。しかもね、腰周りがね、あったかいし、とにかくふわふわで可愛い。座り心地もめちゃくちゃいいです。ベルトと紐がついてるのがポイントですね。うん、ふわふわふわ。もうここ一日中いられる、幸せ。ではこのまま紹介します。では次はこちらです。これはね、私が頼んだものなんですけど、じゃん。はい、あったかそうなスリッパです。じゃん。というわけで、すごいね、上もっていうこの柄
がこんな感じになってるんですけど、すごいさ、あの、わかる？シンプルなんだけどめちゃくちゃ可愛い、おしゃれなスリッパですね。上もすごいふわふわしてて可愛いし、ここもね、なんかすごい柔らかくてさ、なんかめっちゃおしゃれじゃない？あとさ、横もなんか編み編みみたいななってて、めっちゃおしゃれなスリッパを買ってみました。ちょっとね、ほんとこれから寒い時期が続くので、まあ、シナと同様ね、私もスリッパを頼んでみました、はい、ということで履きたいと思います。はい、次はパジャマを買ってみました。でもさ、ね、ちょっと触ってみて、柔らかくない？あ、柔らかい。え、布団みたい。リボン柄のパジャマになってるんですけど、はい、こんな感じのリボン柄のパジャマになってるんだけど、可愛くない？めっちゃ可愛い。モコモコで、ね、で下までね、上下セットでついてくるので、今めっちゃ寒いじゃん。そう、ほんと布団から出れないんだよ。ほんと布団から出れないんだけど、これを着ることによってちょっとでも暖かくしようというで買ってみました。これはね、ゴム製なので太っても大丈夫です。私でもう年末で太らせようと思って。そういうことですね。はい、まあ、太んないように気をつけます。というわけで次行きたいと思います。はい、そして次は私もずっとこれが欲しくて、ずっと欲しかったんですけど、ようやく頼むことができました。というわけで紹介したいと思います。じゃーん。はい、こんな感じで靴を買ったんですけど、こちらただの靴じゃないんです。なんと付属品でじゃじゃん、ローラーが付いてます。ということでローラーシューズを買ってみました。え、ちょっと組み立ててみてもいい？うん、すごいさ、ずっとさ欲しかった。ローラーシューズって憧れの、憧れじゃん。結構結構これ、でもさ、ずっと欲しかったんだけどさ、やっぱ頼めなかったんだよね。でですね、なんと部品が2種類入ってるんですけど、これはね、あの、普段の靴で使う時に、ここの後ろに自分で穴が開いてるので、ここにはめ込めば普通の靴として使えるらしいんですけど、ローラーとして使いたい時はこうなんかミニダンベルみたいなやつをここにこうやってはめるだけなんですよ、本当に。はい、というわけでこんな感じでね、ローラーをつけてみました。もうね、めっちゃぐるぐる回る、ちゃんと。で、このローラーを取りたい時は付属のね、このこの部品で、こんな感じの部品でガチャってここにはめて取るらしいですね。本当に念願のローラーシューズが届いたんですけど、え、これめっちゃ履くの楽しみ。後でね、ちょっと外で遊んでみたいと思います。はい、こちらはフードディスペンサーです。はい、こちらフードディスペンサーなんですけど、こんな感じでちょっとね、組み立ててみますね。はい、というわけで完成しました。ここにレバーがついてるので、これをひねると、うん、ラプシュポシュって出てきます、はい、で、これはね、あの、もちろんね、なんかナッツとか、あとシナさん最近朝食べてるシリアル、うんうん、とかを入れて、こう朝ご飯食べるときにこう加えて回せば作れることもできるんですけど、ちょっとね、私たちはこれを見て、これチロのご飯入れたらめっちゃいいんじゃないと思って、はい、ちょっとね、買ってみました。はい、買ってみました。ということで、めっちゃ便利じゃない？だってこれこうやって回せばさ、チロのご飯がこうジャラジャラジャラってくる。そう。はい、でね、今ね、下にこんな感じでコップをセットしてみたので、実際にここを回してみたいと思います。うん、おー、出てきた。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これなら簡単にね、私でも出せるし、うん、美味しいご飯をあげたいと思います。はい、はい、そして次はこちらのバッグです。はい、こんな感じなんですけど、結構ね、なんかダボっとした感じの生地で、生地はね、ちゃんとしっかりしてるんですけど、うん、お出かけとかの時にね、使いたいと思います。シンプルだからね、使いやすいよね。うん、はい、で、このね、肩にかけられるこの部分が大きいので楽だなと思ってこれにしました。次いきます。はい、そして次はスマホスタンド4つです。うちね、家族が5人いるので、とりあえず4つ頼んでみました。お、すごいすごいすごい。土台がしっかりしてて、こんな感じの普通に下に置くのと、置き方を調整するとこんな感じです。スマホスタンドは結構ね、ほんといろんな場面で使ったりするので、すっごい便利です。そして次がワイヤレス充電ステーションです。これね、ちょっと欲しかったので頼んでみました。はい、というわけで今出してみたんですけど、え、めっちゃいい感じじゃない？ちなみに全部今充電されています。はい、で、これがあの AirPods が充電できて、真ん中はね、あの、置くだけで充電できるやつで、ここは3種類のケーブルがあるので、いろんなね、あの、スマホの形にも対応できるよってなっています。で、今実際に充電してるんですけど、できてるね。うん、すごいですね。ここがね、あの、3つね、ケーブルの種類があります。で、ここにもね、置いて充電することができて、ここが AirPods で、ここはね、Apple Watch がかけられるらしいです。はい、という感じの超便利な充電ステーションでした。
はい、というわけで次はこちらですね。ちょっと中から出すんですけど、あの手の形がね、あの Z の形をしてるこの部分にケーブルを握らせることができて、結構さ、スマホ充電するときにさ、ケーブル私下にこう散らばってる感じなんですけど、分かりづらくて、ほら分かりやすいでしょ。はい、というわけで後ろがね粘着テープになっているので、机の横とかにね入りたいと思います。という感じのものを買いました。これね、ほんと10個ぐらい入ってます。なので自転車の鍵とかねも書きたいと思います。はい、そして次が私の商品なんですけど、じゃじゃん、こちらがプッシュポップで、なんか上に出てきてそれを押すみたいなゲームみたいなやつなんですけど、これはね、ほんとね前から欲しくて、クマのやつ多分、じゃじゃん、おお、おー、かわいい。じゃじゃーん、こんな感じです。電池入れたので早速やってみます。はい、すごい。という感じのずっと欲しかった商品です。次はこれです。あのペンギンのアイスを壊すやつです。前なんかさゆと一緒におもちゃ屋さんでこれ、このなんかやつがあって一緒にやったんですけど、もうそれがめっちゃ楽しいのが覚えてて、だから今回ねまたこちらの商品もサイズやりたいなと思って買ってみました。では早速ちょっとやっていきたいと思います。白1個、うん、水色1個、うん、青と白ね、青と白いきます。 OK、うん、OK、 これ絶対無理だよね。うわ、負けたそして2人で水筒となりました。というわけで、はい、まず私これですね。はい、こんな感じなんですけど、めっちゃおしゃれじゃない？あの開けるとねストロータイプの水筒です。あとねメモリがあるのでどれぐらい飲んだかが分かります。そして私はじゃじゃん、私もこちらのストロータイプです。ここにねなんか可愛い生物がいますという感じの水筒を2つ買ってみました。そして次私がこちらの6本一緒になっている鉛筆と、あとはこちら、あのちっちゃいゴミとかを吸い取るなんか掃除機みたいな、ミニ掃除機みたいなやつなんですけど、よく SNS で見るので欲しくて買ってみました。はい、そう、なんかこんな感じの機械なんだけど、このねブラシがついてて消しゴムのカスを取ってくれるんだよね。そうそう、こうやってやると消しゴムのカスが一気に取れるらしいので、試しに買ってみたんでしょ。うん、はい、はい、私なんかねこんな感じの手帳なんですけど、開けてみるとこんな感じでいっぱいねここにジップロックみたいな感じでついてるので、ここでね例えばお金の管理とかそういう大事なものの管理をできるっていうやつがすごい欲しくて、ちょっとね買ってみました。1ページ1ページこんな感じで開けることができます。で、あとプラスでね手帳用にもできるので、こんな感じのねあの自分のやりたいことを書くリストとかシールとかもついてたので、デコることもできそうです。文房具用品も充実していました。うん、かわいいやつでめちゃめちゃ良かったですね。かわいい。ちなみに充電入れたら、おお、こんな感じでゴミを吸い取ってくれます。はい、そしてですね次なんですけど、じゃじゃん、こちらです。はい、こんな感じのねめっちゃ可愛い白い収納ケースなんですけど、ここのね目の前のところに引き出しが2個ついてて、あとね上の方はこんな感じで、こんな感じで仕切られてるので、いろんなね物を置いたりとかペンを置いたりできるので、机の上にねまた新たな収納道具として買いました。はい、めっちゃ可愛いよねシンプルで。うん、はい、というわけで使いたいと思います。はい、そして次がこちらです。見てめっちゃ可愛くないこれ。はい、こんな感じでいろんな方向がねボコボコしてるんですけど、ちゃんとね陶器なんですよ。しっかりしてて、これはね中にハンドソープを入れて使いたいと思います。めっちゃ可愛いよね。うん、はい、というわけで次いきます。そして続きましてはこちら、可愛いコップがあったので選びました。これは持ちたかうさぎの耳なので、すごいそこもインパクトが強くて可愛いなと思ったので買いました。はい、次、はい、次はこちらです。じゃーん、はい、こんな感じなんですけど、これはねママが選んでたんですけど、こんな感じでねケースみたいな、お皿みたいな感じのが6個入ってるんですよね。でここに例えば醤油入れたりとかソース入れたりとかして、こう1人ずつこうやって置いていけるじゃん。でうちね5人家族なのでめちゃめちゃ数的にもいい感じだし、収納がねコンパクトになるのでいい感じになりそうです。というわけでこんな感じの便利なキッチン用品をママが買ってました。次いきます。次はじゃじゃーん、こちらここに豚の絵が描かれてるすごい可愛いエプロンなんですけど、シュナお手伝いしたくても自分用のエプロンがちょっとねなかったっていうか、あるんですけどちょっとそんな気に入ってないので、これ新しいエプロンで
こうやって来て、マオと一緒にね、お手伝いを頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、こんな感じでビニール素材になってるので洋服が濡れる心配とか、汚れがついても大丈夫だと思って買いました。次はね、何個か髪とかの美容系のものを紹介していきたいと思うんですけど、まずね、数は4つあります。で、まず1つ目がですね、じゃん、こちらの透明のプラスチックの容器なんですけど、ここにね、穴が開いてます。で、蓋がこんな感じでめちゃくちゃおしゃれなクリアの蓋があって、蓋をね、閉じれるんですけど、この中に種子を入れるんですよ。で、種子を入れることによって、この自分の好きな種子とかが取り出せるように、ここからね、上になってます。そしてね、あとこんな感じのヘアゴムです、まあ、ブラウン系のね、感じの輪ゴム、ヘアゴムが入ってます。うちさ、紙ゴムすっごいなくすんですよ。もうどこに置いたのみたいな、新しく買ったばっかなのになくすってことが多いので、めちゃくちゃ入ってるので、これを使って髪のケアも踏んでいきたいと思います。なんとこちらですね、こんな感じの袋があるんですけど、ここをね、開けるとこんな感じで、これ全部ね、ちっちゃいヘアゴムなんですよ。シノのね、三つ編み結ぶ時とか、細かいね、作業する時にこの紙ゴムよく使うので、しかも黒って目立たないしね、めちゃくちゃ量あるので買ってみました。これ最近流行ってるんですけど、こんな感じで、一本の時とかにくるくるして結ぶゴムです。はい、可愛いよね、それやってると、うん、この美容まで伸ばした時はこの間にくるくるして挟む感じです。はい、ちょっと選んでみたので、今度ママにやってもらいたいと思います。はい、はい、そしてね、今ママがやってくれてるんですけど、なんとこちらめっちゃ可愛いよね、うん、充電ホルダーなんですけど、充電器のこんな感じでハートの柄になって、でね、そこからね、ずっと下にバーってなんかビヨーンって感じのやつがついてるから、それを自分の持ってるね、やつに巻きつけていくってやつなんだけど、先っちょもこんな感じで、これみんなでね、使えるそうなので、しかもちょっとね、なんか細かい作業なんだけど、このね、一個一個ね、巻きつけていきたいと思います。線とね、アダプターの部分をね、こう保護できる感じの可愛いケーブルのホルダーを買ってみました。そして最後にシロが欲しかったやつなんですけど、はい、夜これあったらいいなって思ってて、想像してたやつがなんと売ってたんですよ。それがじゃじゃーん、ちょっと今からセットするのでちょっとお待ちください。はい、はい、という感じでね、今つけてみたんですけど、これカメラで写してみますか。ご覧ください、すごいよね、オーロラ見てる感じじゃない。うん、めっちゃ綺麗じゃない。めっちゃ綺麗、星、一面の星、これ寝てる時に見るんでしょ。そう、寝る前、いい感じの夢が見れそうですね。いいね、なんか宇宙飛行士がほら出してくれてるのがいいよね。かわいいじゃん。え、なんかこういうのさ、家にあることなんか憧れてたからめっちゃ嬉しい。もうほんとすごすぎて声が出ます。それでリモコンもついているので、流れレベルのリモコンがすごいなと思いました。はい、すごいね、すごい機能だね。もうね、今日の夜からね、もうこれ見ながら寝たいと思います。はい、いいね、この宇宙飛行士可愛くない？意外とちっちゃいんですよ、シノの手のひらぐらい。そう、そして改めまして、ここからはね、ちょっと大事なお話なのでよく聞いておいてください。概要欄に今なら合計1万5000円分のクーポンをゲットできます。送料が無料で、なんと90日以内なら返品が無料だそうです。リンクからクリックしてクーポンをゲットするんだけど、24時間以内が有効だから、最初に欲しいものをちょっと目星をつけておいてから、私たちの YouTube の概要欄にあるクーポンをゲットしてもらって、24時間以内にお買い物できるようにしてください。そしたら絶対お得にお買い物ができます。はい。そこだけが要チェックです。はい。はい、ということで今日はですね、テムの商品をこんなに大量に紹介してみました。なんかね、本当に実用性のあるものとかがすごい安く買えたりとかしたので、めちゃくちゃ良かったね。だってシノが座ってるこれもそうだもんね。そう。ぜひぜひテム覗いてみてください。はい、それでは次回の動画で会いましょう。バイバーイ。